山城博司さんに講師としてお招きしまして、依頼しましたら快諾いただきました。本当に今日はありがとうございます。本日はよろしくお願いします。さて、この会場ですね、八潮荘と言います。実はもう復帰50年なんですが、皆さん建議所のことご存知かと思います。あの建議所ですね、泊まり込みで突貫工事のように作った場所がこの八潮荘と優奈荘なんです。本当に期限がない中で、1971年11月に数名で泊まり込んで作ったこの場所ですね。しかし屋良長廟主席は当時琉球政府を代表してその声を届けに行きました。羽田に到着した時にはあの沖縄国会は閉鎖されてしまいました。そしてその時沖縄からですね、琉球政府、まだ琉球政府で日本の沖縄県の一県にはなっていないんです、いなかったんですが、国政参加ということでですね、参加させて質問させようということでちゃんと選びました。朝と摘一郎さんと瀬永亀次郎さんが質問通告もしてちゃんと沖縄の声を表現しようとしたんですが、彼らに質問さえさせませんでした。本当にですね、暴挙で強行採決して沖縄の民意は県議所でも伝えられず、そして国政の議員、その時の臨時議員にも声を上げさせないで、本当に沖縄の声を抹殺する民意無視の中であの復帰が始まったんですね。あれから50年、今日ルルと山城さんがいっぱい告発すると思います。さあ、そういう中でですね、今起こっているこの有事といいますが、私たち、まあ、刻々と気にしながらいつも新聞見ていると思います。それがですね、日本の皆さん方、朝日テレ朝がですね、電話で質問してるんです。台湾を守るために日本の自衛隊は米軍と共に戦う必要がありますかっていう質問、ない、必要ないですかっていう質問をしてるんです。これは UI チャンネル、鳩山幸夫氏と須川誠二さんの共同報告にありますが、有事になったら台湾有事で日本の自衛隊と米軍は共に戦うべきという人たちが必要があると回答したのが 45% に上ってるんです。必要ないは 38%、 わからないはたった 17%。 いいですか、多くの半数近い国民が有事になれば日米合同でここで戦場してもいいという選択をやっているようです。内実は本当に知ってそうなのか。そしてですね、今 EABO っていうね、 EBO というこの遠征前方基地作戦というのを新たに作戦計画を米軍はもたらしております。自衛隊にも提起しています。その時にどういうことか、皆さん安保条約が米軍が日本を同盟だから守るというふうに一般の多くの本土の人は言います。しかしその中で明らかになったのはですね、米軍は40箇所ぐらいのいわゆる水が自給できる島々があって、そこなら使えると言ってるわけです。そして今さらにもうはっきり基地のミサイル基地配備、自衛隊配備していますが、いざ米軍が自衛隊を使いながら戦いをしますが、島々を伝って歩いていきますが、戦いを展開していくわけなんですが、その時に米軍はですね、本当の有事になった時にはグアムに撤退するっていう案、さらにはハワイに撤退するっていう案、さらに本国に撤退する、つまり米軍が逃げるんです。安保条約のもとに守るわけではないんです。自衛隊と中国で戦わせて米軍は逃げる、ですから代理戦争なんです。さらに日本本土の人たちは多くの 45% がやってもいいって言ってます。それは戦場は日本国民の方にまず打撃はない、まずは沖縄からやられることも想定したい、そうなってる。そういう意味で沖縄が日本全体の代理で戦わされる。その時私たちかつて漢方の食えぬ草食い残しって言って生き残った人います。
しかし今度のミサイルの消え抜くさにはなりえません。我々は残飯にもなれない、そういう状態にまで追い込まれるこの地域何でしょうかっていう怒り心頭です。こういうことを多分今日の山城博司さん、たくさんの情報、いろいろ感性豊かですからお話ししていただけるものと思います。みんなで学習会ちゃんとやってきっちり周りにも伝えていきましょう。これでちょっと挨拶させていただきます。どうも山城さん、よろしくお願いします。どうも、皆様こんにちは。ご紹介いただきました山城です。今日は私のようなしがない国公子に招いて申し訳なく思いますが、いつも現場で一緒の皆さんですので、お互いで情報を共有し合うというふうな気持ちで話させていただけると思います。たくさん の私の兄貴のような城間勝さんに声かけられて本当に恐縮してるんですけど、精一杯、頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。去る19日にノーモア沖縄戦の会も立ち上げました、が上がりました。で、これからその戦争だけはさせたくない、やってはならないという世論を広げていきたいと思うんですけど、残念ながらそのロシアのウクライナ侵攻があって、世論はどっちかというと戦争反対というよりも防衛力を強化してその日本を守るべきだという議論に傾きつつあるような感じもしています。そこで、知恵を尽くしてですね、そういうふうに戦争へ流れる世論を食い止める、ちょっと待てよと、そう簡単に戦争は流れていいのかというふうな話を、私たちはやっぱり沖縄から発信をして、この国全体がこう戦争国家へ向かうという世論全体が向かうということを止めなきゃならない、そんな思いで皆さんいらっしゃると思います。ぜひその立場で、今日お話をさせてもらいたいと思いますが、それで一つですね、確認したいのは、ここまで急激に戦争へとなびいてしまう状況はどこから生まれたのか、でそれは止めることができるのかできないのか、これができれば戦場に向かうんで済むわけですが、ここにやっぱり焦点があります。一つはアメリカから吹いてる風です。アメリカから中国が来るから、中国が攻めてくるから立ち向かえと、そしてアメリカと一緒になって立ち向かおうという話ですね。で、それに応じる日本が戦場になるのは自分たちのところだと分かっていながら、そうだ、その通りだ、皆さんと一緒にやりましょうというふうな話になっている。で、そのような話って本当に世論にもそういうふうに投げかけられているし、マスコミもそうやって煽っているんでしょうけど、それって正しいのかどうかっていうことを少し考えなくてはならないだろうと思います。今日の話は2点、そのことです。アメリカから吹いてくる風、そして迎える日本の風、そして沖縄の風、この3つの立場で考えたいというふうに思います。まずですね、レジュメに書いてある通りですが、この今の発端になったのは、昨年2021年3月9日にですね、アメリカの軍事委員会、アメリカの上院の軍事委員会というところで、問題になっているインド太平洋軍というアメリカの軍がありますが、そのインド太平洋軍の司令官をしているフリップ・デイビッドソンという司令官が、中国が攻めてくる、それは6年以内だというふうな話をするわけです。で、それからですね、大変な衝撃が広がって、中国が6年以内に戦争に向かうというのなら大変なことだというふうになって、そしてすかさず3月9日のその司令官発言の後、当選したばかりのその今のアメリカのバイデン大統領が菅首相を呼びつけて、会談したわけです。で、日本のマスコミは当選したばかりのそのバイデン大統領が日本の首相を指名して呼んだと、日本は高く評価されてるんだと、
こんなふうな話に、まあ、なったと思うんですけど、これ冗談じゃないんですよね。あのバイデンさんが日本を呼びつけたのはやっぱり一番メリットがあったから呼びつけただけで、日本を尊敬してとか大事にしてるからじゃないんですね。でこのことを少しまずは考えた上 でそれからアメリカがどういうふうに向かっているのか、そして日本に何を要求しているのかということを、そして日本側がそれに対してどういうふうに答えようとしているかということを考えて、でどこに止める歯止めがあるのかないのかということを考える、まあ、今日はそういう学習会にしたいというふうに思います。で、この資料の今日もたくさん資料用意したので、せっかくですから資料を見ながらやりましょうかね。あの一方的な話というよりは資料を見ながら、3ページ目の資料1丸1、資料丸1をまず開いてみましょうか。ここに書いてある、これは朝日新聞のデジタル版の記事ですけど、そのかねて問題になっているデイビッドソンインド太平洋軍司令官の記事がここに載っています。少し早口ですが読みながら確認をしますが、デイビッドソンは上院委員会でこんなことを証言しています。私は中国が米国にとって変わろうとする野心を強めていることを憂慮している。彼らは2050年までにそれを達成したいと言い続けている。私は彼らがその目標時期を短縮しようとしていることも憂慮している。3月9日、デイビッドソン米インド太平洋軍司令官、当時は上院軍事委員会公聴会で上院議員らを前にこう前置きして続けた。台湾は明らかに彼らの野望の一つだ。その脅威は今後10年間ではっきりと現れる。いや、実際のところ6年以内だ。ここですね。つまりデイビッドソン司令官は6年以内に中国が攻めてくるということをアメリカの上院で証言します。そしてこうも続けています。デイビッドソン氏の発言は、中国が米側の予想を超える急激な軍事力の拡大を続けており、6年以内に台湾を侵攻する可能性があると警鐘を鳴らしたものだ。中国の国防費はここ30年で40倍以上に膨れ上がり、米国に続き世界第2位になっている。近年は空母キラーと呼ばれる対艦弾道ミサイルで DEF-21D をはじめ、米領グアムまで届くグアムキラーと呼ばれる中距離弾道ミサイルなどの配備を進めている。このことを A2AD 接近阻止領域拒否の能力強化と呼んで、米側は警戒を強めているということです。まずこの資料に目を通してもらいました。でこれってですね、ここから始まってるんですよね。それで菅が行き、岸田が行き、日本の外務防衛大臣が行き呼ばれ、そしてどん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 と中国が攻めてくることの対抗策、軍事力強化を確認しちゃうわけです。ここから始まっている。でそれまではそのトランプさんは何と言ってたかというと、トランプさんは全てアメリカファーストで、世界中に散っている米軍をとにかく縮小しようとして、みんな米国本土呼びつけた、どんどん呼んできた。で世界中がアメリカがいなくなったら大変だということも、まあ、気にもせずどんどんアメリカファーストを呼びつけたのを、このバイデンさんはその逆を今言って、逆を言っているという感じがします。で何より私に非常に懸念に思うのは、昨年8月のことですが、アフガニスタンからあのような無様な撤退がありました。非常に大国アメリカっていうふうには思えないような、1972年か3年かのその最後の陥落の時に、南ベトナムからもうなんとか必死のように逃げる米軍たち、米兵たちを、まあ、彷彿させるような画面が流れました。アメリカがついにここで滅ぶのかなというふうにも思ったわけですけど、このやっぱり政治っていうのはすごいなと思うのは、バイデンさんはそういうふうなことを昨年の8月にやっていますが、その前からも中東からは撤退する、あそこでどんなに頑張っても始まらないから撤退しようというふうにした。で次なる脅威を探さないことね、政権が持ちません。次なる脅威をなんと中国に定めたんですよね。中東からは、中東は諦める。でその次なるアメリカの脅威は何かというと中国にした。
でその中国の脅威というものを自分の口から語れないから、当事者であるその当時のインド太平洋軍の司令官に語らしめたと、まあ、いうふうに私には思えるわけです。で逆に言えばアフガニスタンで世界最貧国の国を20年間もいたぶり続けて、それで勝てなくて惨めに撤退するアメリカが今度は中国かと、笑わすなよというような感じがしますね。冗談じゃないと。中国と戦争をやったらそれこそ現地の司令軍隊だけじゃなくてアメリカ本国やられるよと、まあ、いうふうな思いもするわけです。でけれどもともかくそのために戦略を変える、変えてで予算をたくさんつける、でその理由付けにですね、こういうふうに現地司令官に語らしめるという感じがするわけですね。でこれってやっぱりいつもやっている手法です。どっか新しい敵を見つける、新しい予算をつけさせる、こういうことをやっぱり軍事大国というのはやるんだと、まあ、いうふうに思うわけです。で現に今のようにこれからどんどん話を進めますけど、アメリカの三軍複合体のその後ろにいる政権の後ろにいる軍事産業がやっぱりここで暗躍していることがよくわかります。でそのことをこれからお話をして、これだけの人たち、これだけの野望、世界に野望を張り巡らしている人たちの思いを私たちはこの沖縄で止めることができるかという課題を少し一緒に考えたいと思います。次のページ、資料の2ページ目を見てください。ここはこのそのデイビッドソンが言っている予算拡大について大げさだという議論と、その話ですが、この話をしています。読みながら確認しましょう。ただ6年以内の台湾侵攻の予想には米軍軍事専門家の間でも疑問の声が強い。米シンクタンク国際政策センターの武器安全保障プロジェクトのハータング氏は明らかに大げさだ。米軍高官は中国リスクを現実以上に膨らませて軍事予算を増やすための理由を作っていると指摘しているというふうに言っているわけです。実際デイビッドソン氏が公聴会に先立って米議会に提出した米インド太平洋軍の予算要望書によれば、2022会計年度は、予算規模は46億ドルに達し、前年の21年会計の22億ドルの2倍超となっている。予算要望書では中国を抑止するために重要な軍事能力に資源を収集させと強調。九州沖縄からフィリピンに至る第一列島線に沿って地上発射型中距離ミサイル網を構築する計画を明らかにした。ここですね。で結局そのデイビッドソンという人は中国来るぞ中国来るぞと言って、具体的にそのアメリカの人たちを恐怖させ、東アジアで日本を恐怖させ、そして中国に立ち向かえと言い続けているわけです。でその中身は何かというと、ここに書いても簡単に書いてあるとおりですけど、九州沖縄からフィリピンに至る第一列島線に沿って地上発射型中距離ミサイル網を構築するということですね。第一列島線というのは皆さんご存知だと思うんですけど、九州の最南端から、種子島屋久島等を通って奄美の島々沖縄、宮古石垣与那国台湾、そしてフィリピンと通るそのルートですね。これが第一列島線で、第二列島線というのは東京の南の、伊豆大島、伊豆諸島、そして小笠原諸島で北マラニア諸島を通って、そのままオーストラリアに至るこのルートですね。2つのラインを、2つの島々を結んで第一列島、第二列島線を作っています。これはアメリカも中国も同じように言ってます。つまり攻防戦の最前線はここなんですね。でまずは第一列島線というのが私たちの沖縄です。このここで言ってるのはその、九州の最南端から台湾に至るその 第一列島線にミサイルを配備して中国と向かい合うという話をやっているわけです。それでこんなことをまあ、私たち思いますよね。で中国はですね、まあ、いろいろ見ていると、その6年後にはアメリカの経済を抜くようです。つまり世界最大の大国に、経済大国になるわけですね。で裏にはそのことがあります。アメリカが世界の覇権を失いそうだ。19世紀に
アメリカが世界を牛耳って以来百何十年経ちますけど、初めてのことです。1970年代に日本がアメリカを追い抜くかもしれないというふうなありました。でその時のアメリカは何をしたかと、為替レートを使って日本の円高円安を操作して日本経済をボロボロしてしまった。そして日本を追い落として、第一位を占め続けました。ところがこの中国全然関係ないみたいで、もうアメリカの経済学者みんな予想するように2028年には世界の最強国家になるようです。でそこもあります。でそのことを背景にこの恐怖が走ってるんだろうと思うんですけど、これを軍事力で抑えるというのはいかがなものかというふうに思うんですが、でも真剣に考えています。なぜ真剣に軍事力を考えているかという証しがこれです。資料の8ページ、この南西諸島の軍事網の、この資料は、先日の、私たちの19日の集会で使った資料ですけど、ちょっと分かりづらい資料ではあるんですが、詳細に書き込んだために非常に図紙としては分かりづらいんですけど、九州があります、台湾があります、その中に沿岸とつながるいうところの南西諸島琉球湖があります。この島々全部にですね、ここに説明しているように軍事網を作っています。これとりあえず今自衛隊基地なんですけど、すべて自衛隊基地ではあるんですけど、自衛隊基地がどんどん作られています。一番早かったのは与那国島で2016年です。2016年からまだ6年しか経たないのに、この6年のうちにこれだけのすべての島々に自衛隊基地ができてしまった。そしてミサイルが配備されている、どんどん配備される状況になっています。これがさっき言ったデイビッドソンの第一列島線、これが第一列島線ですね。第一列島線にミサイルを配備するという自衛隊の基地です。でさっき言ったデイビッドソンの話は自衛隊基地じゃないんですけど、最近皆さん話聞いたと思いますが、共同使用という言葉がありますね。米軍と自衛隊が共同使用する、自衛隊は米軍基地を使い、米軍は自衛隊基地を使う共同使用です。でこんだけ自衛隊の基地をわずか 4,5 年の間に作らせて実際に使うのは米軍なんですよね。これから説明しますけど、共同使用という名のもとに米軍が使うというのが戦略です。で実際この島々にもたくさんの自衛隊にミサイルありますけど、これってこのこれから少しまた別の説明します、ね、こういうことですね。でとにかく少し頭に入れてください。自衛隊の基地ができて、この自衛隊の基地を使ってさっき言ったデイビッドソンはアメリカがこれから作るミサイル網の整備、ミサイル網の配備にかかるという話をしているわけです。でだからこれをやって、ここからミサイルが飛んでいったら沖縄が反撃の対象になって戦場になるじゃないか、南西諸島丸ごと戦場じゃないかって、まあ、恐怖が走っているわけですね。で私もそのアメリカのこのあまりにもその極端な戦略の転換にちょっと理解ができない、なんでそうなるんだろうと、まあ、いうふうに思うんですけど、ちょっとレジュメに戻りますが、ただですね、こういうふうなことを現状を考えるとですね、現状を考えるとアメリカが張っている軍事網、日本が張っている軍事網は中国が今まで準備してきた軍事網からすると何の役にも立たないんですね。これその嘉手納飛行場にいる飛行機とか戦闘機とか爆撃機とか、やがて B52 爆撃機とか来るんでしょうけど、中国の軍事論から言うとあれみんなガラクタなんですよ。何の役にも立たない、そういうものなんですね。だから南西諸島に張り巡らすミサイル基地だって中国からすると何の脅威でもないんです。でその何の脅威でもないということをこれから説明を申し上げますが、資料の 5の2というところを見て、まあ、5ページからですけど、資料 5からですね、この5の2の中に、まあ、図が見えますかね。ちょっとそのこれからだと薄くて分かりづらいんですけど、これは中国が作っているミサイル網の世界中に届く距離を示しています。これ図がちょっとうつらくとんでも申し訳ないんですけど、このじゃあその前のページの 5の1で見ましょうか。ちょっとこの資料が見づらいのでこれでいきます。
1989年だったかに、そのアメリカとロシアがですね、お互いを攻撃しないようにということで中距離核弾道全廃条約というのを作るわけですね。お互いでその打ち合わないために中距離核全廃条約を、お互いで交わしたんです。でそれは2年前の1989年まで生きています。2019年にお互いがこの条約を破棄しますけど、これはですどういうことかというと、その射程500キロから5500キロまでの中距離弾道弾は作らないというふうになったんです。ですからつまり、彼らは30年近く中距離弾道弾というのを作らなかったんですね。5000キロです。ところがこれは米ソの当時のまだソビエトと中国の、話です。米ソ協議です。中国はその枠外にいたんですね。で枠外にいた中国はこれぞとばかりにどんどん中距離弾道弾を作ったんです。でここに書いてあるのは、その中距離弾道弾は中国に今ですね1250発あると言われています。これはみんな核弾頭がつけられる、中距離弾道弾です。5000キロというとですね、中国からはグアム島を越えてハワイの近くまで行っちゃうんですね。でしかもこれがなんとその人工衛星をいっぱい打ち上げて、人工衛星でその飛んでいくミサイルを操縦しながら敵をめがけて打ち込むもんだから、寸分たがわずに相手に届くみたいです。つまり例えば沖縄とすると、沖縄の嘉手納の滑走路の北側、あるいは滑走路の南側、あるいは滑走路の、東側にある兵舎、航空戦闘機の格納庫、ピンポイントで狙えるというふうなぐらいの高性能のミサイルのようです。なぜなら人工衛星を駆使して撃ち込むからですね。ただむやみに撃ってるんじゃなくて、人工衛星で狙いを定めて撃っていくものだから、いうとこのピンポイント攻撃です。でさらにどうするかというと、あんまり正確すぎてですね、その中国から4000キロ離れたグアムまで届くだけじゃなくてですね、動いているものも撃つことができる。動いているものって何かというと航空母艦です。アメリカは11隻の航空母艦があります。そのうちの3隻を西太平洋と言いますから、私たち日本とか沖縄に配備しているわけです。これをセットで、今軍事上の話では、その空母打撃群といって1隻の空母の周りに巡洋艦も駆逐艦もミサイル艦も潜水艦も膨大なその軍事兵器、つまり航空母艦を守りながら攻撃をする攻撃軍、空母攻撃軍というのを持っていて、それが3つあります。でこの3つでですね、中国が来たらこの中国との対峙を西太平洋に寄せるというのが、前世紀の20世紀の後半からアメリカの狙いがそうなっているんですけど、だけどですね、この今言ったその中国の高性能ミサイルは動きながらの航空母艦をも打ち込むんですね。そうすると5000キロですから、第一列島線どころか第二列島線、小笠原から、グアムに至る北マラリアまで行っているでの範囲で動いているアメリカ航空母艦を全て打ち込むことができるということです。つまりこれはですね、戦争にならないんですよ。もしアメリカがミサイル一発でも撃とうもんなら丸ごと反撃食らう。嘉手納基地も滑走路どころか、普天間も全て沖縄の基地は見事に、ピンポイントでやられてしまうということが、だんだんこの情報で分かります。そこで、この方式を何と言ってるかというと、この5の1の資料でいくとですね、これがその中国が誇る中距離弾道弾のミサイルですけど、ここの一番下の方にこう書いてあります。下から3行目ですが、また派生型 DF21D として対艦ミサイルに分類される対艦弾道ミサイルが開発され、これは台湾有事の際にアメリカ軍などの介入を防ぐための接近阻止領域拒否能力獲得の一環であると、こう書いてあります。要するにこのようなミサイルがですね、地上から、あるいは艦船から、あるいは航空機から
発射されて、中国に近づこうとする敵艦船、敵航空機を全部撃ち落とすということです。そういうふうな戦略になっていて、これがですね、これ中国は昨日今日やったんじゃなくても、米ソがその、中距離核弾道を破棄しましょうといった1980年代の後半からずっと中国やっていて、今こういうふうな状況になっているわけです。だから世界で今一番優れたミサイルを持っている国は中国になってしまっているわけです。これがその先ほどの、デビッドソンの発言の背景だとこう思えるわけですね。で、じゃあやっぱりデビッドソンが言う通り怖いじゃないか、危ないじゃないか、防衛しなくちゃならないじゃないかという話になると思うんですけど、実際にはですね、これ中国それを持っているから、じゃあ世界中にロシアみたいに戦争を仕掛けて世界中にミサイルをぶっ放すかというと、そうじゃないというふうに、まあ、思えるわけです。なぜそういうふうになるかというと、こんなことです。さっきお話ししましたように、中国はその2028年までにはアメリカを凌駕するぐらいの経済大国になります。で、2030年代に入るとアメリカと日本が一緒になっても、ヨーロッパが一緒になって逆立ちしても勝てないような経済大国になってしまいます。で、今中国がやっている経済成長はその一帯一路と称して、その西側へ、今まではですね、今まではアメリカとか日本とか台湾、香港の企業が、中国に入って中国を育ててくれました。で、今分かるようにも世界中に中国の商品が入っています。もしかしてこのマイクもこのパソコンも皆さんが持っているいろんな機材もみんな中国製かもしれません。そのぐらいです。それが、2000年21世紀の初め頃です。ところが中国がこれからどこに向かおうとするかというと、反対側ですね、中東でありアフリカでありヨーロッパです。もう日本とかアメリカは捨てたんです。もうこれ以上は拉致がかかって、これ以上は儲けがないからということでどんどん向こうに行くんですね。これが彼らが言っている一帯一路の経済構想ですね。で、この一帯一路で中国は本当に東南アジア、インド、中東、イラン、イラク、アフガン、中東、そのままヨーロッパに上る、あるいはアフリカに回る、あるいは新しい新シルクロードと言われているように中東から、砂漠の地帯からヨーロッパに向かう、あるいは、ソビエトの、シベリア鉄道を通じてソ連からまた、ヨーロッパに向かう、こういう経済構想です。世界の物資の大半が中国で生産され、その物資が世界中にばらまかれます。そういうことです。この状況でですね、中国がアメリカと戦争を構えるということはまずないんだと私は思います。ありえない。中国は世界で一番今の経済体制で儲かっているのは中国です。だから別に中国を擁護しているわけじゃありませんけど、社会主義とか共産主義とかと名乗りながらこの資本主義体制を一番うまく使っているのは中国なんですね、実はね。だから別にイデオロギーの戦いしてるわけじゃないんですよ、アメリカと中国は。中国はもうボロボロの資本主義社会です。ただ官僚、日本には官僚がいますけど、中国の官僚は共産党と称する人たちが握ってるだけの話です。そういう世界です。で、中国は今戦争に打って出るはずはない。打って出るはずはないのに、アメリカは中国がやってくるということを言わなければ、国民を説得し、日本中に武器をさばくことができないから、中国脅威論、経済脅威論じゃなくて軍事脅威論を煽っているというふうに思えるわけです。そのことを一応申し上げておきます。で、資料の2ページに戻ってください。で、この記事は私がその捏造するために使った記事であります。いろいろなデータから調べて、朝日新聞の記事です。で、朝日新聞の記事もこう書いてあります。2ページの、資料2ページのですね、中段の方です。で、アメリカの中でのその軍事に走ろうとする人たちに批判をする記事が出ています。こう、ハータング氏というところがありますね。これこう書いてあります。ハータング氏は、米軍は歴史的な転換時にいつもそれに相応の理由をつけて高い軍事予算を要求してきたと語る。冷戦終結後にソ連の脅威がなくなると、イラクや北朝鮮など地域国家の脅威を強調して軍事予算を要求してきた。
米同時多発テロが起きると、今度はテロ対テロ戦争のために大幅な軍事予算を要求した。ハータング氏は、今テロとの戦いが終わりつつあり、アフガニスタンやイラクでの駐留米軍を減らす流れへと転換している中、今度は中国との大国間競争という軍事戦略を打ち出していると指摘。中国の脅威の過度な強調は、むしろ中国との軍拡競争のリスクを高め、中国の軍事能力を高める動きを誘発しているなど、中国の抑止という目的とは逆効果を生み出してしまうと危機感を示すと、こう書いてあるわけです。これはアメリカのシンクタンクの有名な研究員ですが、これから書いてあるんです。で、これは私も全く同感で、それでまあこの資料を今つけてあるわけですけど、そんな感じです。で、でその次の3ページの資料がこういうことですけど、この彼が懸念をする、中国新たな脅威中国を理由に軍事予算の拡張に入ってますが、米軍アジアに対中ミサイルも6年間で 2.9 兆円、つまり3兆円の軍事予算の要求書を出したということです。これはインド太平洋軍が出した資料、まあ、予算要請書ですので、なんとですね、中国に向かうミサイルを使うための3兆円の予算を要求しているわけです。ミサイルだけでですね、3兆円分のミサイル予算を要求しているわけです。少し読みましょう。ワシントン発、これは日経新聞の記事です。日本経済新聞の記事ですが、米政府と議会はインド太平洋地域での中国の抑止力を強化するため、2022年会計年度、つまり10月から今年の9月まででから始まって6年間で、日本円で2兆9000億円の予算を投じる案を検討。沖縄からフィリピンを結ぶ第一列島線に沿って米軍の対中ミサイル網を築く。台湾や南シナ海の有事を想定し、同盟国との協力も図ると、こう書いてるわけです。これがそのデイビッドの言った中身ですよね。で、私はまあ、これ、まあ、そうなんだろうと、そういうふうにアメリカの軍事産業も生き延びらんとなりませんので、そういうふうに、するんだろうなというふうに思いますけど、でところがこのミサイル網にもですね、すごく問題があって、この資料の、下線を引いてある上、下から2段目の方ですね、3ページの下から下線部分が2つありますけど、まず、要望書は中国対抗の柱として第一列島線に沿った精密攻撃ネットワークの構築を挙げた、地上配備型ミサイルの活用を拡大する、つまり、さっき言ったミサイル網ですね。それから、次のページいきますが、4の1までいってください。ミサイル網は西太平洋の島々へ地理的に分散する必要があるとも指摘した。少数の基地に部隊を集中させれば、中国軍の集中攻撃を浴びて米軍の戦力が一気に低下するリスクがある。拠点を分散させて共倒れを回避する狙いだというふうに言ってます。ここですね。で、次のその下の下線部分を読みますが、現在中国が多彩なミサイルを持ち、小笠原諸島グアムを結ぶ第二列島線内へ米軍接近を阻止する体制を取る。海軍や空軍を主体とした米国の従来戦略は通用しにくくなっている。これは私がさっきちょっと極端なこと言いましたが、アメリカの戦闘機とか航空母艦とただのガラクタだというのはこのことです。もう物の見事に打ち砕かれるんですね。米国の従来の戦略通用しなくなっているということを言っています。特に中国が強みを持つのが地上配備型の中距離ミサイル。国防総省によると、中国は同ミサイルを1250機保有しているが、米国はゼロ、アメリカは持っていないんですよ。その差が歴然としている。19年に中距離核戦力破棄条約が執行するまで、射程500キロから5500キロの地上配備型ミサイルの開発を禁じられたためだと書いてあります。ここまでお話すと分かると思いますが、力の差がですね、ミサイルという、これからの戦いは戦闘機でもないんですよ。それから航空母艦に、
ステルス戦闘機を乗せて敵の近くまで行って爆撃するなんていう話、まあ、これ、ずっとやられてきたところですけど、ステルス戦闘機だって、せいぜい飛べる距離は1000キロ2000キロです、沖縄から上海までは800キロです。往復でも2000キロ近くあります。ステルス戦闘機だって沖縄から、嘉手納基地から中国まで行って戦闘して帰ってくる航空燃料ないんですよ。結局航空母艦に頼って中国まで行かなきゃ戦闘ができない。でもその航空母艦は物の見事にミサイル一発でやられてしまう、いけないんです。で、先ほどその、宮城由美子さんがお話しされていました、アメリカは逃げ出すんだという話ですね。これ皆さんの学習会で、先日の伊波洋司さんの学習会でも伊波さんもおっしゃっていたと思いますけど、アメリカは逃げ出すんだと言ってました。このことなんですよ。なぜ逃げ出すかというと、その本当に有事になって、例えばですね、有事になって、そのアメリカはまだミサイル持ちませんから、嘉手納基地から戦闘機が行って戦闘機で中国を攻撃、まあ、したとします。そうすると中国は黙っているかと、黙っていませんね。どうするかというと、嘉手納基地に一発ミサイルを打ち込めばいいだけですから、行きます。だからそういうことが見えるので、中国との戦争が始まったら、いの一番で一番逃げ出すのは誰かというと、他ならぬアメリカなんですよね。私たちじゃないですよ、アメリカです。だからこの間3月の8日から16日まででしたか、那覇軍港を使ってやっていた演習、ご覧になったと思います。皆さん一緒に抗議しました。あの時に見たのはとんでもない世界でした。オスプレイが普天間からやってきて、そしてオスプレイに、重武装した兵士たちを乗せて沖合の艦船に避難させる訓練でした。で、あれは実際の有事になったらどうなるかというと、兵士じゃなくてアメリカが沖縄に残しているファミリー、つまり軍属や 軍人じゃない、 軍人は戦闘機や輸送機で避難すればいいですけど、ファミリーや軍属の人たちはどうするかというと、そのあの時見たようにオスプレイが那覇軍港にやってきて、那覇軍港から沖合の艦船に避難させる、そういう訓練をこの間やったわけですね。ふざけていると思いませんか、皆さん。沖縄や日本を戦場だ戦場だというのが自分たちは逃げ出す訓練かと。戦場だと言っている与那国や宮古から避難の一言も声もかからない、避難訓練もかからない、そういう中で自分たちはさっさとも逃げる訓練をしているんですよ。まあからお味なんて起きますかという話ですよね。もう本当に怒りますよ。やんごろばってカーグリンドをやって、よくしみれさんけやんまると言ってくるんですよね。これ本当に今起きていることです。で、それで、まあ、今言った話ですが、そこでさっき見た8ページのこれはですね、このミサイル網というのはじゃあ何なのかと、これは役に立つのか役に立たないのかという話ですが、ここで書いてあるですね、九州最南端から与那国に至るまでの南西諸島に張り巡らされたミサイル基地のミサイルというのは射程わずか100キロなんですよ。わずか100キロです。中国どころか隣の島にも届かないんですよ。沖縄宮古間は300キロあります。そして、石垣与那国も、100キロ以上あります。つまりこのミサイル網はじゃあ何のためかって話ですよ。何のためか、中国を睨むとかって、これ中国に届きません。中国からはこんなものは、まあ、一種物の役にも立たない兵器です。で、申し上げますが、じゃあ何だった何だという話です。ここでですよ、さっき言ったアメリカがこれから6年間かけてミサイルを作ります。そのミサイルを配置するための基地なんですね。実はこれ共同使用という言葉が今盛んに言われてますね。この基地全部にアメリカ軍が入るんですよ。日本のお金を使って、私たちの税金を使って軍事基地を作り、そしてアメリカがですね、6年間一生懸命研究し開発したミサイルがこれ全部張り巡らされるわけです。これが彼らが言っている南西諸島40、南西諸島200の島々のうち40棟、水と電気があるところにアメリカ軍が入りミサイルを配備するという話なんですね。これは、後で申し上げますが、とりあえずこの基地は中国戦争に向かう、
婦人ではないです、ただアメリカのミサイルが配備されるそのための用意なんです。本当に腹立って、だんだん調べてくれば来るほど腹が立ってきます。この、資料 4-2 を見ます。でこれがそのアメリカが開発するというミサイル、このミサイルを南西諸島に配備するというわけです。で今アメリカ、さっき言ったように中国に届くミサイルはゼロなんです。でゼロなので、それを恐怖するあまりに3兆円のミサイル開発予算を分取り、向こう6年間でミサイルを作ると言ってます。でその6年間で作るミサイルをさっき言った南西諸島の島々に全部に配備するわけですね。でその配備するミサイルは何かというと、この4ページに書いてある資料です。この通りです。これは、新聞としては、琉球新報10月3日の記事です。沖縄に新中距離弾道配備、米計画2年以内にも基地負担大幅増と書いてあります。でただこの記事は私が読んでいると少し違和感というか、ちょっと違うなという感じもするんですけど、これ2年っていうと、つまり去年の、あ違うね、19年の2月だ、これ19年の2月と21年ですもんね。21年に配備されることはないんですよ。なぜなら米軍が言っているデイビッドソンが要求したのは2022年から27年度までの会計年度、6年間です。で時期的には少しずれている感じがしますけど、ずれているけど配備しようとするものはこれだということですよね。でこの新型中距離弾道弾を沖縄に配備するということです。このピンク色のその楕円形の地図を見てください。中距離弾道ミサイルの射程距離と書いてあります。これから言うと沖縄の周辺は500キロです。で外の円が5000キロです。つまり5000キロのミサイルを持つと、これはインド、中国、モンゴル、ロシアまで届く長距離弾道だということになりますね。中距離どころかも長距離弾道です。こういうミサイルを、私が見た資料から言うと2028年から2027年度までに完成させ配備するということです。で2027年会計というと2028年の9月です。2028年の9月にはアメリカのミサイル配備計画が完了するということになります。沖縄の南西諸島にこのミサイルが全部配備されることになります。でデイビッドソンが言う6年以内の中国侵攻というのは、全然裏はまるっきり逆で、アメリカがその時になったら中国を攻め込むことができる、中国にミサイルをぶち込むことができるという体制ができるのが6年後だということです。だから私たちが一番警戒するのは2027年から2028年にかけてです。このあたりがですね、このあたりがその東アジア極東地域が最大に緊張する局面だというふうに思います。つまり、アメリカのミサイル網が完備する時期、時です。バイデン政権は見事に自分たちの腹の内を見せてくれました。私はそのように思っておりますが、そういうことです。6ページの新聞記事の資料を見ます。これは、南日本新聞、これ伊波洋一さんが講演した時の資料をちょっと借用させて恐縮ですけど、これは、本当は私どもの新聞にもあるんでしょうけど、琉球新報、沖縄タイムスもすっぱ抜きました、共同通信の記事です。つまりさっき言ったその南西諸島にですね、米軍が開発するミサイルをこういうふうに配備しまくるわけです。しまくってですね、この下のピンク色の桜が咲いたみたいな花のようなものがありますが、ここに全部このミサイルを配置するということです。中国を包囲するようにミサイルを配備するということですね。でこの計画でですね、本当に腹が立ってしょうがないのは、こうやってミサイルを配備しながら、じゃあアメリカの兵士たちはここに残って戦争するのかというと違うんですよね。アメリカの兵士たちはここに残って戦争するのではなくて、ここは自衛隊基地で
アメリカのミサイルを持ち込むけど戦争するのは自衛隊なんですよ。ひどい話です。でこういう馬鹿げたことをこうする、この6ページのこの桜マークのようなミサイルの基地ですけど、この右の方の3段目の記事にこう書いてあります。3段目ですね、縦長になっていますけど、そのちょっと上から南西諸島にある有人無人合わせて200弱の島のうち軍事拠点化の可能性があるのは約40箇所、大半が有人島で水を自給できることを条件に選んだと書いてあります。ひどい話じゃないですか。皆さん、割った島々で割った中庭にミサイル持ち込んでミサイルをぶっ放して、そして反撃をされたら自分たちはさっさと逃げ出して、へさきを貸したら母屋乗っ取られるというような話もありますけど、本当にアメリカに、基地を提供したためにですね、こんなふうに、丸ごと全部取られてしまう。でこの計画、この計略にですね、日本政府の、高官たち、とりわけ安倍、高市、あるいは今の岸田という、お歴歴はみんなもろ手を挙げて賛成、日本防衛のためには当然だと言ってます。で安倍も麻生も、非常事態宣言を発して、中国が打ち込むようだったらアメリカ軍は当然行きます。アメリカ軍と一緒になって戦争すべきだというふうな話もしています。ところがですよ、こんな馬鹿げた話、本当正常な頭であれば誰も冗談じゃないやと思います。でこの記事の中にですね、この7ページの記事は何と書いてあるかと、自衛隊がですねこの作戦に疑問を呈しているんですね。これ皆さん後でよく読んでみてください。自衛隊は今私が話したこと賛成していないんですよ。おかしいと思ってるんですよね。ちょっと読みますね。まずその見出しの項目から離れますが、文章に入りますが、自衛隊と米軍が台湾有事を想定し南西諸島に米軍の軍事拠点を設ける日米の新たな共同作戦計画の原案を作成した。これはこの間、岸田が言って約束したことです。日米の共同作戦を取ろうとしたことです。で、この、書き出しの文書の最後の方に、しかし防衛省自衛隊でも住民を戦闘に巻き込むリスクが飛躍的に高まる、理解を得られないと懸念が漏れると書いてあります。こういうことですね。これは当然のことですね。住民は逃げる術がないんですから。でそういう戦闘に自衛隊と住民だけが残る、そして中国の雨あられのような正確無比の精密誘導弾の爆撃を攻撃を受ける、見事にみんなこっぱみじん散るわけです。こんな戦争していいのかという疑問は、これは当然戦う側の自衛隊からも疑問が上がるはずです。上がらなきゃなりません。そしてこの圧力という言葉がありますね。この記事の圧力、この圧力を読んでいたら何が書いてあるかというと、アメリカ側からですね、自衛隊が一生懸命圧力を受けてノーと言えないような状況に仕立てたらしいんですよ。日本側の自衛隊もノーと言えない、アメリカからこれやれと言われてやれませんと言えないところまで追い込まれたというふうに書いてあります。まずその圧力のところから少し読んでみますが、EABO を含む米軍の西太平洋での新作戦コンセプトが浮上したのは5年ほど前、防衛省関係者は日本防衛に役立つとして自衛隊は当初から前向きだったと話す。だがですね、だが新たな日米共同作戦には住民の強烈な反対が予想され、国内法との整合性も問われる可能性が高いと、こう書いてあります。ここに、まあ、私 の, あのこれはもう最後にまとめて話そうと思ったんですが、これがこの記事はここまで踏み込んでいます。つまりこれ共同通信の配信ですけど、私たちですよ、ここにいらっしゃる皆さんですよ、ここにいらっしゃる皆さんがこんな馬鹿げた私たちの島々を戦場にするような馬鹿げた話は許さない、断固として許さないというような声を上げれば、
この計画はもしかしたらうまくいかないということを記者は踏み込んでいるわけですね。これ私のことです、私たちのことです。だが日米共同作戦計画には住民の強烈な反対が予想され、国内法との整合性も問われる可能性が高いとこう書いています。これは別に単に記者が書いただけじゃなくて、日本政府が多少は言ってるんですよ。軍自衛隊の当局者も言っているんですよね。つまり住民避難計画ができません、十分でありません、離島で戦争されたら住民は逃げ場がありませんということを言っているわけです。でそのことを少し書いてあるわけです。でその下のですね、今読み上げた可能性が高いというところを右手術として下の方を読みます。下の方、下の方にこう書いてあります。2行目ですね。防衛省幹部は会談後、自衛隊首脳の顔色が変わった、アキリーノ氏からかなり圧力をかけられたようだと語ったと書いてあるんですね。このアキリーノというのはそのインド太平洋軍の後任の司令官です。さっき言ったデイビッドソンの後任の司令官ですね。この司令官がやってきて日本の自衛隊にやらないといったら許さないよというふうな圧力をかけているわけですね。圧力をかけてそういうふうに今配備計画が進もうとしているということです。でこの記事の最後、一番下の方の記事を読んでまとめたいと思いますが、この中段、一番下の欄の中段から、新たな共同作戦計画では南西諸島一帯が戦場となりかねない、制服組幹部は予見する、日本列島は米中の最前線、台湾をめぐる有事に巻き込まれることは避けられない、申し訳ないが自衛隊に住民を避難させる余力はないだろう、自治体にやってもらうしかないというふうに答えています。ここですね、この下りはですね、皆さんも一生懸命言っていて、これけしからんと、私たちの島を戦場にしながら自衛隊は私たちを助けないと言っていると、つまり戦前の二の舞、住民はまた官報の餌食にされるんだというふうにも受け取りますが、ただこの記事をですね、全体を通して読んでいると、必ずしも自衛隊もですね、そうやって私たちを官報の餌食にしようという気持ちだけで動いているわけでもないというのが少し読めるんですよね。懸念はしてるんですよ。そういうふうな戦争をさせてはならんけどなっていうふうな懸念は持ってるんですよね。でそういうことをおくびにも出せないのは、軍部の自衛隊というよりは政治家ですね、自民党の政治家です。これ安倍を筆頭にする右派政治家たちが、そんなの関係ない、沖縄の人間が死ぬか生きるかどうだっていいんだ、国を守ればいいんだとこう言ってるのは安倍たちです。でここのこの共同通信の記事はよく、まとめてくれてあると思います。それで、取ってありますが、そういうことを共同の記者は書いてくれました。で時間まとめなどありませんが、それでですね、9ページのこれも大事な記事でしたので、9ページにですね、この豊下直彦さんっていう方をが八重山毎日新聞に投稿してます。で私この3月19日の集会でも実はこの人を講師に呼ぼうと思ったんです。豊下さんを講師に呼んでお話ししてもらおうと思ったんですけど、高齢で沖縄まで行く体力がないというふうに断られちゃったんですよ。じゃあネットで参加どうですかと話、持ちかけたんですけど、そういう機会の扱い方に慣れてないからできませんというのは断られたんですよね。非常に残念でしたけど、でこの人のこの記事を少し見ながらですね、豊下さんが懸念していることを少し共有したいと思います。下から3段目、豊下直彦というところの文字の左の方ですね、沖縄戦の救難艦向田正幸の訴えに問題解決の手がかりが示されている。次です。いわく米国が尖閣の領有に関して中立立場を取ってきたことが中国の領有権の主張と対日構成の原動力になっている。尖閣の領有権は日本にあるという米国にはっきり態度を表明してもらうよう政府はもっと働きかけてほしい。現場任せでは限界がある。ちょっと意味が分からんかしませんが、アメリカの戦略はですね、尖閣は日本のものか中国のものか言わないんですよ。これをアメリカはなんて言うんでしょう、はっきり言わない。で
台湾も中国の一部なんでしょうけど、これもアメリカは台湾をいざとなったら守るとも言わない、尖閣は日本のものだとも言わない。つまり日本に領土問題というものを持ち込んだのはアメリカなんですよ。1945年の敗戦の時 に私たちのところには尖閣を、そして日本海側には竹島という問題を、そしてさらに北の方には北方領土、全部日本の周りの領土問題を残して、そしてそれぞれの国との緊張関係を作るというのがアメリカの戦略だったらしいんですけど、尖閣も今そういうことです。それで、このことを言っています。で次ですが、次のところ、つまり尖閣がどこの国に所属するかわからないという無責任な米国の態度を黙認してきた日本の姿勢こそが中国の攻勢を許してきたのであると、まあ、書いてあります。この記事ちょっと一見するとですね、尖閣は日本のもんだって冷えというふうに聞こえますが、決してそうじゃないので注意してください。私も最初読んだ時にけしからん記事だと思ったんですけど、そうじゃないんですね。何を言ってるかというと、日本政府がアメリカのそのファージーな政策を支持してきたのは日本政府じゃないか、こう言ってるわけです。つまり日本政府こそが尖閣は日本のものか、アメリカの中国も分からないような政策を支持してきたのはあなた方だ、だからもしそうだとすれば、日中間にはれっきとした領土問題があるということを認めているんだろうと。認めているなら領土問題としての外交ルートでの解決をすべきではないかというのがこの豊久さんの議論なんですね。最後の方を読みますが、そうであれば政府は尖閣問題は領土問題であるということを認めて、中国や台湾などと危機管理の枠組み構築に向けた協議を直ちに始めるべきだと、こう書いてあります。ここまで来て意味が分かりました。ここまで来て豊久さんの議論の意味が分かったんです。つまり、領土問題があるかないか分からない中でギクシャクしている、こっちの問題あっちの問題議論している。であれば、そうであるなら領土問題というか残っているんだから、領土問題をちゃんと話し合えと言っているのが豊久さんの議論ですね。このことを彼は言っています。これちょっと今の台湾20から離れていますけど、最後の結論は次のことです。これを言いたくてこれ抜きました。問題は軍事にあるのではなくて政治外交上の問題であって、平和的解決の道筋が開かれるならば地域一帯の緊張緩和につながり、軍事化に歯止めをかけられ、戦場となる危機を脱することができると、こう書いてあります。つまりどこに問題の核心があるのか、問題が何なのかも分からないで、ただ軍備だけを言っている、おかしいでしょうと。領土問題があるなら領土問題があるということをちゃんと認めて、それを外交ルートに乗せて外交ルートで話し合うことが先決ではないか、それが大事ではないかというのが、この豊下この論考の記事ですね。そのことを見ました。豊下さんは本当はもっとその前に、今のままでは逃げ場のない住民はみんなミサイルの餌食になる、皆殺しにされるということをまあ強調してあります。そのことをちょっと省いて恐縮ですけど、そのことを今申し上げた通りです。でですね、で私が一番懸念をしているこの話です。まとめますが、このさっきのちょっと8ページを見ましょうかね。この今のですね、今の軍事化の理論は、これは戦場に行くものではないんですね。戦争にするものではなくて、これから6年先アメリカがミサイルを開発したときに持ち込むための基地建設だというふうに理解するのが正しいと思うんです。で同時にですね、同時にこの図は何を言ってるかというと、この説明、この青字になって読みづらいんですけど、読みづらいけど、この図面の、この図の一番左の上に何と書いてあるかというと、こういうふうに書いてあります。ちょっとその字がですね、ダブってしまって読みづらいんですけど、これは大事な説明なので少し読み上げて確認をします。琉球湖の島々を最前線、戦場の講師とする南西重視の再編と大軍拡。
これは小西誠さんの説明ですけど、こう書いてあります。中国の脅威が叫ばれ、尖閣諸島や台湾、海峡の脅威が危機が演出されるが、尖閣台湾有事に、備えるためにためではない。地対艦ミサイル部隊を主力とする、挑発的攻撃的な、高性能なんだな目的として米軍とともに西太平洋地域での、覇権強化を目指す。これですね、このことを言いたいわけです。つまりですね、この図は何を言ってるかというと、その中国が太平洋に進出する、何も軍事的じゃないですよ、軍事的に進出するんじゃなくて、これ以上中国が太平洋を自分の中庭にされては困る、太平洋は日本とアメリカの国のものだ、中国に太平洋を自由気ままに使われて困るという、これ包囲網だというんですよね、小西さんは。つまり中国の覇権がどんどん太平洋に伸びていく、そのことを止めるための包囲網だ。言ってみればそのなんていうんですか、まあ、囲いですよね。囲いを作って中国が太平洋に進出することを止めているものだと、こう言ってるわけです。私もそう思います。この説明、皆さんこれまで口酸っぱく聞かされたと思いますけど、中国の艦船が沖縄と宮古島の間を通る、宮古海峡を通るから、それを射程わずか100キロのミサイルを沖縄本島と宮古に置いて両方から撃てば艦船に届くという話ですよね。あるいは沖縄と奄美大島の間を通るなら、奄美大島と沖縄から両方からミサイルを撃てば中国の船に攻撃できるという話です。だけど中国だって分かっているわけだから、こんな馬鹿げたことは通らんですよね。いざ有事の時にこんなことしません。中国はここ通りません。アホくさい、台湾の南のバシー海峡から当然のように太平洋を抜けていけばいいわけで、そういうことですね。だからこんなふうにガッチンゴッチンにミサイルを固めているところからわざわざ来る必要もないし、またこれは中国届くものでもない。何のために作ってあるのか、で私ずっと疑問で、一体これ何のためなんだと、まあ、ずっと疑問に思ってたけど、ここにやっぱり小西さんがちょっとだけのコメントですけど、覇権を阻止するためだと書いてあります。これ中国のさまざまな物資が太平洋に出ていく、中国の経済力が太平洋に出ていくことを止めるための封じ込め作戦の、中国封じ込めの戦略だって、経済戦略ですね、 だというふうに一方ではそうです。で軍事的にはアメリカのミサイルが配備されて初めて、軍事網としての機能が、できる、動き出すということです。この2つの意味があります。で私たちはそのことを、まあ、警戒しながらのことですが、とにかくさっき言ったアメリカの高性能ミサイルが6年うちに完成して中国にぶっ放されたら、私たちの島々はみんなもうこっぱみじんですから、そのことを止めていくというふうなことが何より大事だということです。5ページ5の2のですね、中国大陸を中心に輪が広がっています。その一番内側の赤い線、これ DF21 と書いてありますが、これがさっき資料に挙げてきたその中国の射程、1000キロのミサイルですね。こういうのがいくつにも輪が広がっています。これは全部射程の違うミサイルがあるということです。アメリカが一番頼りにしている沖縄嘉手納基地とグアムのアンダーセン基地が見事に中国のこのミサイル網の輪に入っています。これですね、中国が言っている接近阻止戦略拒否という戦略はこのことです。ここからもし中国に向かうなら全部やっちまうぞというふうな話なんですね。だから、伊波洋一さんも戦争が始まったら逃げ出す、グアムからも逃げ出す、ハワイやアメリカ本国に逃げ出すというのはこのことです。だから世界は恐ろしい状況になっているんです。こういうふうに広がっている、こんな世界で戦争するんかって話ですよね。だから冒頭で申し上げました B52 とかアメリカが言っている航空母艦戦略とか、
みんなある意味もう使い物にならないガラクタなんですよ。役に立たないんです。 F-35 捨てる戦闘機でも航空母艦やっつけられたら意味がないからいけないんですよ。であればやっぱり世界を戦争じゃなくて平和の方に傾く、そういうふうな流れができるべきではないかというふうに思います。ぜひアメリカにも行きながらですね、こういう状況で戦争を始めるんですかと、私たちはもう、見事にミサイルの餌食にされます、お願いだからやめてくださいという議論をやっぱり届けていきたいというふうに思います。で、中国のことを考えれば、中国がこれからその世界にさらに大きな経済大国として出ていくでしょう。なぜそのことを受け止めて、私たちの側でうまくリオっていうのはおかしいけど、一緒に成長できるようなスタンスを持たないのかというふうに思うわけです。尾長知事が出てきたときにこう言ってました。これから台頭してくる中国経済を沖縄にも呼び入れて、沖縄が共に発展する道を探りたいと、こう言いましたね。で、辺野古に言いましたけど、その時の一緒にいた金秀の社長や、もう一人、ホテル業界の会長は、辺野古に軍事基地じゃなくてクルーザーを浮かべて、世界中からとりわけ中国からやってくる観光客をもてなす、そういうふうな経済、そうやって地場産業が起き経済効果が起きる、そういうふうな未来を描いている、そういうふうにしたい。で、小屋会長は、私は軍事基地建設はしません、その代わり基地建設を、基地を解体する作業なら全部やりましょうと、こういった熱狂しましたね。それで尾長さんの大勝利を、で私たちの未来を描いたわけですけど、今その当時6年8年前に描いた未来とはまるっきり逆の構図になっていますけど、わずか何年かですよ。だからこれは今私たちに迫られている有事はどこかで計算されています。どこかで私たちの肝を冷やして、いや戦争の準備しなきゃならんのかもしれないなってされているんですよ。これは私たち我々自身がそのなんて言うでしょう、精神操作をされている、思考操作されているというふうに言わんとなりません。ぜひまあそういうことを伝えながらですね、やりたいなというふうに思います。そこでこの本当は今日の学習会はこんな戦争論じゃなくて、後で白松さんお叱り受けそうですけど、お前さ本当はさ立ち上げたぬちど宝の会を少し話せという話だったはずなのにということだなと思います。話さないと後でおしかもう時間も迫ってきましたけど、少しレジュメの2ページ目を申し上げて話をまとめたいと思います。で、今必要なのは何が必要か。私が思うに、日本も日本全土は安倍や岸田に言われて、高市に言われて右ぶれしてます。おそらく憲法も変えよう、そしてミサイルも核兵器も持とうという論議に走るかもしれません。で、ロシアがああいうことするからそういう議論に傾くのわからんでもないんですけど、一体プーチンさんどうしてくれるんだよ、この落とし前をどうしてくれるんだバカ野郎と、こう言ったことありますけど、私たちは反戦をずっと叫んで沖縄に戦争が来ないための努力をしてるのに、あなたがそんな無茶をするから周りはみんな、いやお前みたいなやつがいるから怖いからやっぱり武器持とうと、核兵器も持とうと言ってるじゃないかと、バカ野郎とこう言ったことありますよね。で、実際そういう流れになるはずですが、でなおさらにですよ、なおさらにこういう時だからやるべきことは何かというと、世論をやっぱり一方的にその戦争に向かう世論にしないことです。一方的に戦争に向かう世論にしないためにはどうするかというと、どうするかと、何が必要かというと、やっぱり私はこう思うんですね。理屈が必要だと思います。別に中国が攻めてくるわけでもないし、アメリカが一生懸命中国から来る、中国から来るといって日本を道具にしていること、このことの意味は、ね、これはおかしいですよと、これは私たちが、気持ちから中国の包囲も中国と戦争をしているんじゃなくて、アメリカからけしかけられて、アメリカから資料を叩かれて、日本の防衛当局もやむを得ず、日本の政治家たちもやむを得ずやっていることである。だから私たちが戦争から逃れる術は、日本全体の政治が
アメリカからそれなりの一定の自立を図ること、何でもかんでもアメリカの言う通りにならない自立した国家になること、そのことをですね、私たちは伝える必要があります。だから私は沖縄の中においては、沖縄の中においては自分たちは戦争に行かないという世論を作ります。そして全国に行きます。全国に行かとなります。全国に行って今言ったように、私たちのこの国をこういうふうに押し付けてる、こうやって戦争国家に入れ入れ、憲法も変えろ、核兵器も持て、そしてアメリカと一緒になって戦争行け、地獄に行け、若者たちは戦場に行け、というふうな議論をしているのは誰ですかと。これは私でもないし、あなたでもないし、誰でもないと思いますよと。言ってるのはアメリカの一部の人たちだ。そういう人たちに騙されて戦争に入る、核兵器の餌食になるようなことはしてはならないという話が一つです。それからあと一つ言うべきはですね、やっぱり私たち自身が、日本人自身がアメリカにも行くことです。アメリカにも行って、みんな、アメリカのみんながみんな同じようにバイデンさんが言ってるように中国脅威で立っているのかというふうな話ですよ。違うと思いますね。ロシアの侵攻を見ている限りはですね、やっぱり戦争はしてはならんというのが誰にも分かるはずです。分かることだと思います。そういうことを伝えながら努力していきたいと思います。私は城間さんに長い文章も連絡会の皆さんも言ってたと思いますが、一坪半生に頼まれて、昨日やっと仕上げて送りました。なんともう説明するのに1万字もかかった。これの10ページ分書いたんですけど、結論を言って、まとめをしまいと思いますけど、あそこの中で強調させてもらったのはですね、ロシアが攻め込んだときにやっぱり考えとなりません。ロシアが崩壊、ソ連が崩壊する1991年から今日まで、30年以上経ちますが、30年のうちにそのかつてのワルシャワ条約機構、ワルシャワ機構 の解体が始まり、そして取られていた NATO にみんな入ってきました。そして今やロシアの一番隣国であるウクライナまでが NATO に入り、軍事化をし、核兵器まで持とうとしているというふうに言うわけですね、プーチンはね。だから核兵器を持たさないために、ウクライナである原子、原発施設をみんな狙った。多分あれはプーチンはウクライナの核兵器を止めるためだというふうに言ってるんだと思いますけど、そういう話です。要するにその逆転すれば、沖縄にプーチンが恐れるような核、ミサイルがいっぱい集積され、あるいは安倍や麻生が言うように核兵器まで置くとなるとですね、それは中国だってプーチンと同じようにそうやって攻めていくんだったら先にやっちまえという議論になりかねないわけで、ウクライナ戦争が教えているのは、軍備拡張や、敵を恐れるがあまりの その抑止力というものの持つことが持つ意味、抑止力は相手側からすれば攻撃力ですから、こっちはいつも抑止抑止と言いますけど、向こうからすれば攻撃力ですから、こっちが抑止力を強めれば強めるほど向こうも警戒するということですね。だから私はやっぱそういう指揮者もみんなが言ってるように、そういうその軍拡のラス、なんて言うんだろう、その回路に陥らない。ついでに私が今一番、よく見ているのはですね、共同新聞に岡田満さんという人がいます。岡田満という共同通信の記者がいます。彼らの記事はネットから検索できますけど、一番説得性があり、一番その現実をよく見ている方、ぜひ皆さんもご覧になってください。その、岡田さんが言っているように、軍拡のそのアイロンに入ってはならんと。軍拡をすればこっちが抑止力だといえば向こうは軍事力の強化だから、それはその際限のない 軍事強化に入るということに、彼は、注意を喚起しています。核兵器まで保有するというふうな話、本当に驚愕してなりませんけど、そのことを止めていきたい。でぜひ、そういうふうに世論を作りましょう。で私たちは、たくさんの賛同人を得ながらですね、最後に申し上げますが、1点だけ、県議会にやっぱりこの時期今求められているのは、沖縄を戦場させてはならない、南西諸島を戦場させてはならないという全県一致の思いを結実するためにも、やっぱり県議会決議を挙げてほしいと。
そして県議会が決議を挙げてですね、それを政府に持っていく、これが沖縄県民の気持ちだというふうな行動を取ってほしいと思うわけです。そのためにこれから努力をしていこうと思います。その力になれる、何よりその力になれるのは誰でもない皆さんですね。平和市民連絡会の皆さん、本当に期待してます。心からいつもの行動感謝をしながらですね、そして期待をしています。私失礼かなと思ったんですけど、団体加盟はしませんと申し上げました。山下とっても失礼じゃないか、お前って、平和市民連絡会頑張ってるの分かっていながら平和市民連絡会と参加を認めないと言ってるのか、バカ野郎とか言いそうです。よくわかります、よくわかります、失礼ですけど、まあ、ただですね、ただやっぱり団体加盟を求めると、その例えばオール沖縄に入っているの団体があります。連合さんは自衛隊のものについてこなきゃ連合さん入りません。で、連合の中での賛成できる部分というのは自治労競争はいいかもしれませんが、やっぱりその右側にいる労組は賛成できない。つまりこれ団体加盟を取ると団体の中でギクシャク起きるんですよ。ガラガラにですね、この自衛隊反対を言える組織と言えない組織が出てくる、統一が取れないですね。で、そうするとこれオール沖縄の団結をくさび落ち込む、オール沖縄を瓦解せしめることになりかねないという感じがします。お前人の庭に手を突っ込むのかというふうな話ですよね。だからそれを避けなきゃならんし、オール沖縄はご案内のように辺野古問題の一番の団体です。大事にしなくちゃなりません。なぜなら辺野古が完成したら沖縄の基地は全部完成するということですから、だから辺野古を止めるためにオール沖縄の力も作りながらも、でも一方でその私たちの革新団体、革新政党にはやっぱり自衛隊が持ち込む戦争には反対してほしい、その声を上げてほしいという気持ちはあります、強くあります。そのことを県議会にも思っていきたいと思いますが、ただ今のところそうやって団体の力でいきませんので、個人の力でですね、この会に5000、1万というふうに賛同者を募って、そしてこれだけの人間の背景がある、力があるということをやっぱり私たちは確認をしながら、県議会にぜひとも今お話ししたような決議を採択をしてほしいというふうに要請していくことかなと思っています。長くなって、もう2時半になってた、一応終わります。はい、ありがとうございました。終わります。ノーモア沖縄ヌチル宝の会で玉城デニー知事にこの去った連休明けに、はい、決議文などを手渡に行かれたと思いますが、その時の玉城デニー知事はお元気でしたでしょうか。質問ありがとうございます。こいつ デニー知事がですね、会っていいよといただいたのは本当に光栄でした。というのは立ち上げたばっかりで右も左もないような、一体どんな団体よと言われたらそこまでで、一時皆さんに会ってる暇はないと言っても別に無理はないと思ったんですけど、時間を割いてお会いしてくれました。そしてで私たちが願ったのは、その知事の口からぜひ沖縄を戦場にさせることはしません、させません、私もその思いは気持ちは一緒です、努力しますということを言ってほしいと思って伺いました。で知事は私たちの要請に応えて、私も同じ思いだと、沖縄に戦場にさせることはしないし、その努力をしたいとこう言ってました。具体的にお願いした要請はですね、こういうことでした。沖縄をこういうミサイル戦争の戦場にするというふうに、いろいろその断片的に散発的にマスコミを通じて聞こえるけど、ぜひその情報を県知事として取ってほしいと、政府からその計画を、その戦略、戦争戦計画あるなら、その計画を明らかにする、そういう情報を取る努力をしてほしいというふうに、私は申し上げました。で、具体的にはそのことを申し上げましたが、ここについては、細かい具体的な回答はなかったように思います。まあ、その努力はしたいというぐらいでしたけど、そんな話でした。でも、デニー知事、お元気だし、いろんなその立場があるから、勢いお前過激派の山城博士になんか OK と言ったみたいだな、またこう言われかねないし、警戒もあると思うんですよね。
だからやっぱり口もいろいろ言いたいこともあっても言えないのもよくわかるんですけど、でもあそこまでおっしゃってくれたのは沖縄成果じゃないでしょうかね。沖縄を戦場にさせませんってことを言ってくれました。そんな会談でした。新聞は読んでいます。どうしたら止められるか、どうしたら隣の人たち、周りの人たちが全然何も思ってない、彼らに伝えることができるか、それをいつも考えています。もう少し賢くなりたい。ありがとうございます。そうですね、島々にこういうなんていうんですかね、長距離のミサイルを配備していく計画が立てられているってことに対して、私たち の, 本当に市民の感度が今一つアンテナがちょっと触れていかないというのがどうしてなのかということを考えたときに、私は生まれた頃かな、沖縄に米軍のベース B のミサイルがあって、で皆さん危機感、先輩の皆さんたち危機感を持っていて、ミサイル撤去運動というのも盛んに行われてたと思うんですけれども、その時にここに沖縄にこういうようなベース B のようなミサイルがあるのはダメだ、良くないんだという、そういう雰囲気というのは、雰囲気というかな、思いというのはどういうふうに形成されていったのかということをちょっと先輩に伺いたいと思いますが、頃はどんな感じだったんでしょうか。米軍のミサイル、米軍のベース B などが配備されてるのこれ撤去せよという運動が盛んだったと思うんですけれども。はい、今米軍のもし長距離ミサイルが配備されるなら、かつてうるま市旧勝連町にあったベース B 格納庫に行くだろうなという話もあったりして、私のうるまは非常に緊張しているところですね。だから今こういういろいろネットで見れるのは、もし核弾頭が持ち込まれるなら嘉手納弾薬庫と辺野古弾薬庫だろうと、こう言われています。で、辺野古弾薬庫が今心臓なんか改築中なのはその成果という話もありますけど、改めてそんなことにされちゃたまらんなというふうに思っています。で、さっき結論を言うのを忘れました。自衛隊がですね、今作っているミサイル基地だけでは戦争は始まらないと思います。戦争は始めようがありません。あるいは戦争の布陣ではなくて、中国が太平洋に出ていくことを止めるための布陣です。ただこれから5年6年アメリカが開発する中距離弾道弾が完成して、日本に私たちの南西諸島に持ち込まれるようなことがあったら、それは中国だって黙っていないでしょう。もう即有事っていう事態に起きかねないになりかねないという感じがします。だから運動のこれからの目標はですね、そういうふうに中国に直接届くようなミサイルを私たちの地域に配備させない、そのことです。で、岸田首相は今言っている沖縄にある対空対艦ミサイルというのは、申し上げましたように120-130キロの射程です。これを1000キロに伸ばすとこう言っているわけで、彼はこの間日本のそのミサイルを射程1000キロに伸ばして、つまり中国本土に直接届くようなミサイル、これが彼が言っている基地、敵基地攻撃能力の具体的な武器ですけど、中国に届くようなミサイルというものを開発すると言っている。これが開発されて沖縄に持ち込まれるようなことがあったら、今岡田さんおっしゃるように、かつてのミサイル核兵器廃棄運動のような運動が起きなければ、私たちは文字通り戦場されるなというふうな思いがするところです。まあ、私たちは危機感を持ってここに集ったわけ、集まってきたわけですけれども、どうしてこの危機感というのが県民で共有されないんだろうかっていうふうな、要するに一般県私たちうちなちはこういうこのことに対して、要するに沖縄が戦場になるかもしれないんだっていうふうなことに対して、こんなに鈍感だったのかねっていうふうな、まあ、もしそういう質問が出てくればっていうふうに思ってたんですけれども、まあ、それをこう私こう前に座ってるわけじゃないんですけども、まあ、それに答えようと思って
待ち構えていましたけども、出なかったので質問と回答を一人でやります。おそらくですね、物事 の、 実質的なものが一人一人に伝わるのには相当時間がかかると思ってるんですよ。今回の南部の土砂問題がそうでした。これ一昨年の、確かもう一昨年になると思います、4月に沖縄防衛局が県にその軟弱地盤に対する工事の変更したものを申請しますから承認してくださいというふうなことで出してて、その内容というのがの中にですよ、たくさんその内容の中に埋め立て用土砂を県内7カ所から採取する、でそのうち一つがこう南部地域っていうのがあって、で私それを見たときに南部地域から土砂を採取するっていうのは何のことだろうと思ったら、思いついたのが石灰岩を取ろうというのかねっていうふうな思いついたんですね。南部の石灰岩地域、まあほとんど南部は石灰岩地域なんですけども、そこは戦没者の遺骨がある場所ですよ。っていうのは石灰岩地域っていうのはこう長年の雨でもって浸食を受けてガマが作られています。そういう意味でもその何て言うんですか、南部は南部の石灰岩地域からその土砂を取るっていうのは、その我々が遺骨収集をやってる場所から土砂が石灰岩が取られていくんだろうかと思った時に、そうしたらばこれ間違いなく遺骨も混ざってしまうっていうふうなことで、その時危機感を持ったんですね。でこれをこう何て言うんですか、県内から声が上がってくれるのかなと思ってたんですけど、一向にそういう声が上がらないんですね。でそれでそのことについて確か6月の前ぐらいに、論壇に書いたんですね。でそれでもまだ声起きなかったです。でそれが実際にこう何て言うんですか、声が起き始めたのはその11月に、私たちが遺骨収集をやってる場所が翌週日曜日行ってみると全部伐採されてしまって、それでそこにいた磁気探査の業者、磁気探査っていうのは地下に不発弾が残ってないかっていうふうに調べる業者がいますよね。その方たちが作業をしていたので聞いたらば、そこは採石場になる予定だっていうんですね。そうしたらば、いわゆる何て言うんですか、懸念していたことが本当に現実になってしまったっていうふうな、それでマスコミに連絡して、でこういうふうに今遺骨が出ている現場が出ているにもかかわらず採石場になろうとしてるんだっていうふうなことを訴えて、でそれが新聞に出て、そしてそれが徐々にこう、新報タイムズ双方が取り扱うようになって、でそれからそのことに対してですね、今度は宗教者の方たちが反応してくれたんですよ。私はこれ嬉しかったです。宗教者っていうのは、人の命のことをこう常々考えてる人たちでしょうから、戦争で殺された人たちの体が再び海に捨てられる、今度は海に捨てられるっていうふうな、そうすると二度殺されるようなものだっていうふうなことで、で宗教者の方たちが反応してくれて、現場で慰霊祭を営みたいとか、そういったいろんなこう申し出があって、そういうのに対応してきました。で それが徐々にこうみんなの知るところとなっていって、特にご遺族にそのことが知られるようになってからは反応早かったような気がします。私は防衛局にこのことを指摘したら防衛局を改めるものだと思ってたんですね。で防衛局は南部にはまだ戦没者の遺骨があるっていう認識がなくてこういう計画を立てたんだろうと思って、沖縄防衛局にそのことを問いただしに、いわゆる要請という形で言ったらば、もう全然こういかにもこう相手にしないっていうふうな感じで対応されてました。2回行ったんですけど、2回とも回答ゼロです。でもその時に防衛局に、あなた方はこの
戦没者の遺骨があるという認識はありながらやってるんですかって聞いたらば、2回とも答えなかったんです。でも2回目の最後には、新聞で報道されている範囲では承知しておりますということで、彼ら知っていながらやったんですよ。私はもう彼らが計画を立てた時点で大きな過ちを犯したと思ってます。で、これはまだ決まったことではないですという話じゃなく、計画を立てた時点で大きな過ちを犯してるんですよ。で、そういうふうなことを、それを改めさせるためにどうしたらいいかということでハンガーストライキをやったらば、本当にこう予想外の反応でした。ですから声を上げ始めてから多くの人がそのことを自分の行動に結びつけて、例えばこう自分の行動っていうのはハンガーストライキをやっている県庁前に出向いて頑張ってくださいねっていうふうな声をかけに来たとかっていうふうな、そういう自分の行動につながるのには、まあおそらくどれぐらいって言ったらいいんですか、まあ1年半ぐらいはかかったんですよね。でこういうことってごく普通にありますよね。大事なことでも耳から入ってきたものがそのまま素通りしてしまってたっていうふうな、どの段階でこれは問題だっていうふうにその人が感じるかっていうのは時間を要すると思ってるんです。でもそのためには言い続けないといけないと思ってます。要するに情報を発信していろんな人にそのことが理解できるまでやはり情報を発信するっていうふうな、でこの問題、その沖縄が再び戦場になるんじゃないかっていうふうな問題をこう面と向かって伝えると、もうなんて言うんですか、キーブルチャーするっていうか、こうルマン、まあびっくりして本当にそうなるのかねっていうなことで自分の頭で考え始めるんですね。でももろもろの現状、まあ現状の動きっていうのはまさにこう戦場になることを指し示していますよね。例えば中国は台湾は自国の領土であるっていうふうなことで、もし台湾がまあ何て言いました、独立の方向に向かえば軍事侵攻も辞さないっていうふうな、そして台湾を守るためにアメリカ軍も介在するっていうことをアメリカ軍前から匂わしてます。でこのアメリカ軍が介在するっていうのはアメリカ軍だけの話じゃないっていうのがだんだん分かってきましたよね。自衛隊も介在するっていうふうな、で安倍首相はわざわざ台湾有事は日本有事であるとまで言い切ってますし、でこの沖縄の琉球列島に40もの、中国軍に対する攻撃拠点を設けるんだっていうことがもうニュースになって、本当はその時にうちのうちはみんなえデジナトーサーというふうにならないといけなかったはずなんですけども、まだ自分たちのこととしての認識はないです。でもこのことは私たちはいろんなこうメディア、あるいはこう隣近所なり、あるいはできるだけのこう媒体なり、あるいは直接なりでいろんな人に理解してもらって、再び沖縄が戦場になることを私たちは黙って見てるわけにいかんよねっていうふうな、そういうのを作っていかないといけないと思ってます。ですから今このうちなんちゅの中でこのことがまだ共有されない、あるいはまだ何て言うんですか、危機感が足りないっていうふうなのは、これは時間がかかって当然のことだと私は理解、当然というか時間がかかることだと認識してます。でもそれに対してじゃあどうすればいいのっていうことでは、やはり私たちが声を上げ続けていくっていうことかなというふうに思ってます。すいません、質問と回答を同時にやりました。ノーモア沖縄戦ぬちど宝の会というですねのが19日にできまして、非常に大きな期待がですねみんなから寄せられているというふうに思います。この会がどのようにですね、どういうふうに今の迎えているこの状況に対して答えていくかと、沖縄県民に対してどういうふうな運動をしていこうやという呼びかけていくかという
このことが今注目されているというふうに思いますね。なんかいや実は平和市民連絡会でこの去った22日にズーム会議を持ったんですがね、このズーム会議の中で、まあ、いろいろ論議があったんですが、沖縄が戦場になっていくと、このミサイル戦争になっていくというですね、こういうことがもう世界や世界月刊誌世界とかいろんなですね、あるいは、今言う皆さんがですね、ぬちど宝の会ができていくという過程の中で言われているんだが、一向にこのことがこの危機感がないという今、具志堅さんがですね言われているような、そういうふうなこともあるということで、本当に沖縄が戦場になっていくということであるならば、その真っ先にこのことをですね、この問題は大変な問題だということで、これでもってもう沖縄全体が大騒ぎしなければいけないような時代だというふうに思うんですがね、そういう意味では普通なら昔ならばですよ、こういう問題になってくると県民大会でもやろうじゃないかというですね、こういうことであらゆる政党やですね、あらゆる団体がみんな網羅してですね、こんな事態は許せないということで県民大会を打とうと、県民大会、この県民大会を打つためのその内容は何なのかということと思うので、ビラも出し宣伝カーも出しながらですね、沖縄全体が騒然としてこの事態に対する論議がですねやっていくべきだというふうに思うんですが、今そうはなってないということで、平和市民連絡会はこのズーム会議の中で、月曜日に、オール沖縄の現場部会がありますが、そこで県民大会を今の状況の中で県民大会を考えていくというんですかね、こういうことで、やったらどうかねえというですね、そういう提起をしようというですね、そういう話を、そういう結論だったんですかね、そういう結論だったということで、月曜日の核使用阻止島ぐるみと、それから、オール沖縄の現場部会ですね、山城さんが部長でもありますが、この中で、県民大会をして、本当に今かけられている内容が何なのかということを全体に共有するというですね、こういう、行動をですね、打っていくというふうに向かうべきじゃないかなということで、その先頭に、ぬちど宝の会がですね、ぜひなってもらいたいなという、こういう思いを持っております。それだけお伝えしておきます。どうも。これで、閉会来すだとですね、これで閉会しましょうね。どうも3回のですね、連続講座というシリーズ本でやったんですが、伊波洋一さんにですね、最初の切ってもらって、その後にですね、岸問題、今書いている基地問題をきちっと論議しようというですね、こうやったんですが、今の沖縄の状況を、このままではいかんということでですね、それを打ち返していくためのですね、そのような学習会にしようということでやったんですが、まだまだ弱いですね、小さいですが、私たちは平和市民連絡会としては、沖縄全島にですね、ミサイル基地を作らせちゃいかんということで、38本の横幕を作って各市町村にですね、皆さん適当に使ってくださいということでやりました。それから、この今回の今議会が各市町村でも送っているんですが、県議会でも送っているんですが、そこにですね、全市町村議会に県議会にも含めてですが、いわゆる沖縄を戦場にさせないための陳情ということをですね、それを28日に送付いたしました、まあ、そういうことで、曲がり根にもですね、そういう状況を作るためにそういう論議がですねどんどん起こっていくようにですね、願いながら今そういう行動をしてきております。引き続き皆さんにもですね、力を借りながら、
今この「ぬちる宝の会」と一緒にですねなりながら、今のこのあの安倍などがやっている台湾有事は日本の有事で日米同盟の有事だと言っているが、ああいうのを絶対に許さんというんですかね、我々沖縄の人たちのこの命を全く屁にもかけてないというんですね、こういうものを許しちゃいかんというですね、その思いでいっぱいであります。共に頑張っていきましょうね。どうもありがとうございました。